1点をリードされました南海、その裏ツーアウトからだったですね。これなんかねちょっとシュートがね甘く入ってきましたですね、はい、ドイルがまだ出られないとあってセカンドには立石が入っていましたが、その立石のヒット、まあ、これも立石とですね、はい、同じようなあれなんですけど、とにかくノーマークですよね。そうです。2点目、なおも続く山本和則がフォアボールで出塁、ワンアウト満塁となります。バッターは立石です。なんかカウントを取りに行ったという感じですよね。レフトスタンドに第3号の満塁ホームラン、この回5点、計6点目ですね。これで宇都宮は4回で KO、 5回から日本ハムのピッチャーが柴田に変わります。ここで立石は 2-1 の不利なカウントからライトへの流し打ち、内満3塁まで進んでノーアウト2、3塁、ワンアウトの後立石がワンスリーからのスクイーズバント、三塁ランナーに続いて二塁ランナー山本投手のスライディング、ツーランスクイーズになって6対1とリード。先頭ライマンにストレートのフォアボールを与えます。続く5番の立石センター前、ノーアウトランナー一塁二塁となって、ここでバッターは5番の立石です。ツーエンドワンから4球目、真ん中低めのカーブ、まあ、若い藤本を盛り立てるに十分の堅い千金の一発、5号スリーランで6対3と一挙に南海が日本ハムを突き放しました。角田三振でツーアウトから5番の立石、これもツーツーからなんですけどね、ハンガーカーブ的なカーブですよね、これね、まあ、もうちょっとやはり低めに掘るこういうコントロールが必要だと思いますね、はい、やはりこうなんかツータプレーが流れを変えるんですね、はい、4回の裏のホークス立石